ガブリエルコードツアーファイナル。今日は思い切り楽しむぞ。スリー、スリー、スリー。本当にこの終わりと同時に始まりなんだなって我々は。ツアーファイナルにして新たなる生への始まり。まず召使い的なユッキュンなステージ、観客センティアを盛り上げる。その前日、これまでアルバムを出してもツアーは行っていなかったセイ。アニソンシンガーの自分ならではのステージングを目指す。毎日どうしたらいいかなって考えてます。苦しい、楽しい独特な性の世界観を表現するサウンドはこの人物に委ねられた。神秘的な声という持ち主のアーティストなので、やっぱりそこら辺をいかにこう引き立たせるかっていうところにやっぱり一番重点を置いて、あのサウンドを作りながら、まあ、一番声がこうマッチするところはどこかなっていうのを探しながら作っている感じです。元来が人前では極度に緊張するタイプのセイだ。2014年を迎えて、緊張という言葉は忘れようと思って、もう緊張だからしませんこぼしちゃったこぼしちゃったこんなセイをバンドセンティアたちはしっかりしてるかなと思ったら、なんかおっちょこちょいみたいな ね、あのバランス素晴らしいですよね。包み込んでくれるような優しさ、なんか一緒にいて安心できるっていうのがすごいあるんですよね。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。あとはもう本当にセンティアと一緒に楽しむだけかな。どうしたら楽しめるんだろうね。そうですね、なんだろう、もう全身全力でぶつかっていって、思いっきり思いっきりやることかな、伝えることかな、精一杯。ツアーファイナルの朝、昨日のリハーサルの終わった後、ライブどうしたら楽しくなるのって聞かれた時に、ずっと帰ってからも考えてて、やっぱりそれって永遠のテーマだなって思いました。でよかったと思わせるぞっていうのは違うしな、違うのかな、来てよかったって思ってほしいんですよ。ユッキュンの号令がセンティアに発せられた。これから4時間、セイとセンティアのエデンが繰り広げられる。やっぱり挑戦していかないと見つけられなくなっちゃう。
未来定番曲フューチャースタンダード